4階も、それからゴーストエリアの5階もあっさり突破されましたね。ぐう。それもかなり余裕を持って。ぐぐん。いや、でもさ、まさか友達を口に入れるなんて思わないだろう。予定が狂ったな。ここでメイプルとサリーにダメージを与えられると思ったのに。お化けが苦手なのに頑張ってプログラム組んだ俺の努力は。楓の木はほんと人材が厚いよ。メイプルとサリーが抜けても攻略の速さは他のギルドに負けてない。ペインの率いる集う聖剣やミーの遠征の国は人数が多い分メンバーの強さもバラバラだけど。でもさ、みんなよくこれだけ難しいイベントをクリアしてくれたよな。本当に嬉しかったよ。結局最速クリア合戦は4チームの争いになったか。本命が集う聖剣、対抗が遠征の国。楓の気も強いけど、メープルとサリーがいないからタガナってことで。で、大穴がメープルとサリー。俺はなんだかんだ言ってもやっぱりメープルとサリーが追い込みを決めると思ったんだけど。いやー、やっぱり集う聖剣の自力の強さは抜けてるでしょう。なんたってペインがいるのはでかい。それで言うと、あのクリスマスローズや灼熱の三兄弟は差し詰め負担重量みたいなもんだな。最後は遠征の国が差し切ると思ったがな。まあ2着で連帯はしたけど。皆さん競馬がお好きなようですけど、プレイヤーの成績でギャンブルをするのは運営スタッフとしては規則違反ですからね。もちろん分かってるって。そうそう、俺たち目は真面目だ。本当ですね。じー、その目やめて。